こんばんは。前回の続きやっていきます。ダイヤモンドガチャあるみたいですね。これまだ溜まってないんで、200マックス200まで、上限が決まってるんですね。1日10ポイントずつ溜まっていくんだったかな。ちょっと変わってるかもしれないけど、今は40みたいですね。これかな、今40、上限は200だったかな。後の方にした方がいいですね。まだあるよね。引いて、あ、残り31日なんで、これが今40だったんで、あ、これじゃない、40だったんで、溜まってから、回した方がいいと思いますね。200で確定なんですよね、星5で。あとはチケットとか使ってこの数値を上げて、220だったら99以上とかって、ま、ちょっともうあれだな、99以上とかなくしてほしいな、グレードもうね、110ぐらいまであるんで、ちょっとこれもちょっと上げてほしいですね、できたら。チケットがあるんでガチャしますかね、どうしよう。そうね、あ、キラするかな。これは星3ですけど、キラカードが星3じゃないかもね、123でキラかな。持ってるカードを重ねるとそのカードがキラに変わるんで、さっきのは、取れてなく、今やってるのはね、星5確定で、旗がスタンドの旗が金色なんで100人以上出るかな。運命のシュートが今、どうだ、来い、106。あー、でも、そうね、悪くはないけど、ニューじゃないんだ、しかも。うわー、どうかな、まあ、悪くないけど、さっきのやつはね、星2のキラが出たんですよね。さっきのキラのガチャはこれですね、星2のキラカード、ただ持ってないんで、せっかく出たんだけど処分かな。持ってるやつだったらそのカードがキラカードに変わるんですよね。例えばピケとか今使ってる選手だったら、まあ、重ねれば数値が多分200とか300ぐらい上がるかな。残念でした。あともう1枚星5確かチケットあったんで、そっち回そうかな。臨場の瞬間、スタンドの旗が今度赤なんで、ちょっといいの出ないかな。102ぐらいまでかな。運命のシュートが今、どうだ、来た来た来た、102。下にいらない、これどこだ。ドイツだね、レバークーゼンだ。いやー、使わないかな。せっかく出たの、処分した LB ってポイントが1万ですね。5万でレベルの上限値を1上げることができます。今やってるイベントがランキングサーカスやってますね。あとオータムプレゼントマッチっていうのもやってる。これはただ単に試合してプレゼントもらうだけなんで弱いんで、試合はやめとこうかな。アイテムだけ見ますかね、何もらえるか。あー、乗ってない、これか、エンブレム。このエンブレムとプレミアムボールと、10% の星5が出る確率のガチャのチケットみたいですね。試合は勝つんですよね。相手はね5700しかないんで、自分18万あるんで、これはちょっと飛ばそう。あとチャンピオンシップやってるんですけど、今ね夜の夕方の6時、18時なんで、確か20時からなんですよね最初。4時、8時、12時で、朝も4、8、12、夜も、4、8、12、16、20、24っていう風になってるので、ちょっと試合できないですね。ランキングサーカスは試合をやって、これもね試合は勝つと思うんですけど、試合やって、その例えばシュートの数とかパスの数とかでランキングを争ってるんですけど、3試合すると、チケットだったかな、もらって、この一番下のこのチケットねもらって、抽選が、これ一番最後ですね、このイベントが終わった後に抽選ができます。でこういうのが当たるってことですね。うまくいけばこの104とかね、星5以上のチケットとか
が当たります。ココアランクマッチになってます。なんとかダイヤモンド上がりました。前回はこの下のゴールドっていうところに行って、レベル10になったらね、ダイヤモンド、ダイヤモンドに上がっとけば次の週はねレベル1だったとしてもダイヤモンドからできるようになってるの でキープするためには確か4だったかな。ここレベルが3以下で落ちるのでダイヤモンドのレベル4キープしないといけないですね。上がるときは、ゴールドからダイヤモンドの上がってレベル1でも、週が変わってもまたダイヤモンドからできます。変わったんで超ブーストホイッスル交換できます。やっとこれはねダイヤモンド以上なんですよね。これがね必要ブーストっていうのがあって1回上げると60だったかな数値上乗せ、それをね10段階あって最後9と10にするために必要なアイテムですね。今の超ブーストホイッスルっていうのはこれがね月頭に補充です。今9月なんで、次10月になった時このダイヤモンドにいればまた補充されるんでまた交換した方がいいですね。これがポイントボーナス、フォワード以外の選手が得点を決める PK 含む、可能だったらミサンガ使って数値2倍、ちょっと難しいかもしれないですね。 BP はもう全部使えますかね。あ、自分のが上かな。あ、でも分かんない、グレード相手が上、スキルもセンスも相手が上、選手の左下の王冠のマークはセレクトスキル。うわ相手何多いな、相手9人いる、これ強いですね。自分5人だったと思う。でも快晴のスタジアムから中継をお届けします。2点差つけて勝利する相手のチャレンジですけど、自分が2点取って相手を0で抑えたら720自分にも入ってきます。ゲームが始まりました。対戦チームこれバルサのユニフォームだと思うんですけど、ちょっと紫に青で、自分のこの黄色のユニフォーム上がこれはねワールドマーケットってイベントがあって、その時手に入れたユニフォームですね。代表のユニフォームもまだ持ってますけど、危ない、いやこのロナウジーニョの方がいいな。105だ、このバルサのユニフォームは手に入れたやつですね。ちゃんと胸に楽天って入ってましたね。イベントとかで手に入るようになってるので、自分でユニフォーム作るよりは、あ、やばい、おお、よりはいいですね。配ってあるちゃんと作ってあるユニフォームの方が出来がいい。あの背中の背番号がちょっとねおかしくなるんですよね、自分で作ると数字が。いやオフサイドか、これは出てますね。画面の上の右上ショートカウンター、左フリー、これはねチームの戦術で、ショートカウンターが対戦チーム、フリーが自分たちですね。頼む、前半同点でいきたいわ。いや取られる、持ちすぎだ、打て、あ来た、ショータイム、いやそうなのよね、外すこともあるのよね、残念。あのショータイムっていうのは1回じゃないんで、また出る可能性がある。あ、サイド支配レベル3、画面左に出てるのは自分たちのチームのスキルです。選手何人かで出すやつですね、1人じゃなく。いや打ってほしい、ここ打って、頼む、打て、 OK、 いいんじゃない、前半ロスタイム、OK、 いいと思います。同点に追いつきました。ここで前半終了のホイッスル、いや前半悪くない、いいんじゃないですか。あ、ポゼッションこっちの上だ、両チーム同点のままこの後半を迎えます。画面の左の赤い丸と青い丸と黄色い丸があって、黄色がボールの位置ですね、赤が相手選手の位置
で青が自分たち選手の位置になってます。いや、いい試合になってるな。相手の方が強いのは間違いないけど、ここは通さない。このスタメンの11人はね、結構やるんですよ。一応あのレベルはマックスに全部上げてるんで。打て、抜きすぎなんだよね。打て、あとあの一発レッドっていうのが結構多いんで危ない、気をつけないと。ここは通さない。この状況で一人いなくなるともう厳しいと思う。危ないよ。あ、ちょうどね、代表が今あのおっとドイツかなんかで試合してましたよね。アメリカに勝ちましたね、 2-0 で。明日ちょっとね、おお、いいとこもらった。頼む、おいいいぞいいぞいいぞ。27日がエクアドルだったかな。で最後テストマッチ、テストマッチでいいのかな、がカナダで終わりかな。でワールドカップになるのかな。ドイツ、スウェーデン、コスタリカ、あ、いいのか、順番あったのかな。負けても良くないけど、いい試合してほしいですね。危ないよ。いや、ちょっとね、前半どうなるかと思ったけど勝てそう。 OK、 これ相手の2失点2点差以上つけての720が入ってきました。いや、大きいね。試合に勝ったんでコインが6枚で BP3 使ったんで掛け3で18です。あ、これが入ってこなかったんだよね、フォワード以外が。残念。ちょっと頑張ってレベル4いないとあの降格しちゃうんで、レベル4目指します。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。